当時の大連大広場当時の大連に駅、アカシアの大連は、詩人、作家、起用家宅行の最初の小説作品。20世紀前半に、日本の咀嚼地であった中国、大連にて、青年期に過ごした生活を詩小説風に書いたもの。それまで、評論や詩を書いていた作者が、初めて書いた3文で、雑誌、群像1969年12月号に発表し、 第62回、芥川賞を受賞。大連に生まれ育ち、東京のある大学の1年生だった、彼は、第二次世界大戦が終わる5ヶ月前に、大連へ里帰りする。軍人になった兄二人、とついで、たくましく生きる姉二人に比して、文学青年であった、彼は、戦争下の生活に矛盾を感じ、生きる望みもあまりなく、自殺まで考える。戦争は終わり。 ロシア統治下の大連は大きな問題はなく、彼は帰還戦を待つ間に、知り合いの科学技術者の娘さんがデパートで働くのを手伝うことになり、21世紀になった現在、中国大連には日本企業がたくさんあり、日本人も大勢住んでいて、また大連で生まれ育った日本人老人も大勢旅行で訪れる。この本には日本統治下の大連の描写が多く、 こうした人たちが好んで読む本になっている。日本統治家の大連を書いた本にはこの他に、相川哲也のペトロフ事件があり、こちらは探偵小説の性格上、また戦後すぐ書かれたので、戦後20年を経て書かれたアカシアの大連に比べて多くの点でより正確であると言われる。ただし、序情的に大連を懐かしむ人々には、清用化宅域の方に、 絶大な人気がある。ありがとうございます。